鶴形山は岡山県倉敷市の中心市街にある山である。別名は妙見山、あち山、あち山。標高は40メートル。倉敷の中心市街地の中央部にある小高い山で独立級である。海抜40メートルで、東西は長いところで約500メートル、南北は長いところで約250メートルである。周囲は平地で、 岡山平野の一部である倉敷平野にそびえている。すぐ南側には、か山丘陵の北端があり、そのあたりは向山と呼ばれ、これは鶴形山から見て向川ということに由来する。南録は古い町並みが続く町並み保存地区で観光地である倉敷美観地区があり、南録を東西に通る本町通り周辺は昭和前期頃まで、 倉敷の繁華街として賑わっていた。西、北、登録は市街地となっており、北西には商店街、北西約50メートルのところには JR 倉敷駅がある。山上には倉敷の総鎮守である古社、あち神社が鎮座。境内周辺は鶴形山公園として整備されており、富士の大棚があり、あちの富士として知られ、開花時期には、 大勢の観光客が訪れる。山上からは、京塚の遺跡や鎌倉時代の道教が出土しており、また古くは、周囲が海域で、当地は島の一部であったこと、八神社祭神の宗方三女神は航海の神であったことから、古くは、鶴形山の山上では、航海安全に関わる祭祀が行われていた可能性がある。また、八神社西側には、 新聞州干流寺が南面して建っており、境内に妙剣宮を祀っている。鶴形山の別名の妙剣山はこれに由来する。さらに南陸すぐには西岸寺、本境寺がある。現在、鶴形山西部の干流寺河を南北に鶴形山水道と呼ばれるトンネルが通過している。明治期まで鶴型山南側に城山と呼ばれる小丘があり、中世には 暮らし場があった。しかし、明治21年に、クラボーの事業所建設のために切り崩されて、平地となった。ありがとうございます。